リッパブリックレコードはユニバーサルミュージックグループに属するアメリカ合衆国のレコードレーベルである。1995年にモンテとエイブリーのリップマン兄弟によって設立された。本社はニューヨークにありカリフォルニア州サンタモニカにも支社を置く。2006年にユニバーサルリパブリックレコードと解消されていたが2012年に元の名称に戻った。現在は インタースコープレコードやアイランドレコードと並んでユニバーサルミュージックグループ内の中核レーベルに位置づけられている。ディップマン兄弟はアパートのキッチンテーブルで前身となるチーズファクトリーレコードの運営を開始した。最初のリリースはブラッドハウンドギャングであった。しかしスタッフが3人しかいない独立系レーベルにできることは限られていた。 そこに MCA レコードからのオファーが届き、彼らはそれを受け入れた。こうして1995年、ゲフィンレコードのサブレーベルとして、リパブリックレコードが設立された。1999年、ユニバーサルレコード、モータウンレコード、リパブリックレコードが合併し、ユニバーサルモータウンリパブリックグループが発足した。内の3レーベルは後に2レーベルに再編され、 2005年にユニバーサルモータウンレコードが2006年にユニバーサルリパブリックレコードがそれぞれ発足した2011年夏モータウンレコードがユニバーサルモータウンレコードから切り離されアイランドでフジャムミュージックグループに編入されたこれによってユニバーサルモータウンレコード及びユニバーサルモータウンリパブリックグループは消滅してユニバーサルリパブリックレコードは 単体で存続するレーベルとなった。2012年半ばにユニバーサル・リパブリック・レコードは以前のリパブリック・レコードに社名変更した。ありがとうございます。